数学の中学1年。単元は資料の整理。累積度数の例題値を解いていきましょう。さあ、ここにあるのは資料で、すでに度数分布表は完成しております。度数分布表の書き方は前の授業でも解説しています。ここでは度数分布表をさらにわかりやすく加工していきます。で、それは何かっていうと、新しい情報を加えたいんだよね。 度数をその階級までだよね。そこまで、一個一個の階級じゃなくって、その階級に来るまで、どれだけ入ってたっていうのを、類、積、度数。累積度数と呼んでいます。度数は階級の中。累積度数は来るまでの度数を足したものです。 ちょっと右側で書いていってみますね。まず1から5の階級の度数は5で、ここは累積度数も5になります。1から5までに何人入ってるかっていうことね。そして次は5から10なんですけど、これは10までっていうことなので、ここに入る人数は5たす8で、度数は13になってます。続いて、 15までの度数ですよね。5たす8たす3で16になります。累積度数は16。続いて20までなんですけれど、これは1つ前までの累積度数。16に5を足して21。そして25までも累積度数前のに足して25。最後は30まで。 ま、30までっていうことはこれ、全員分入っているので30になります。合計は当然度数と累積度数は同じ数値になります。どうでしょうか累積度数はその区間までを合計したものになります。できるようになってくださいね。